今からファーリエンのワンタン麺屋さん、台北になんか支店があって、そこにちょっと今から行ってみたいなと思います。これ台湾の今オーバイクってやつですね。シンガポールの会社のやつなんですけど、 QR コードを読み取って QR コードで乗れるっていう、これめっちゃいいです。でこれが台北市政府がやってる、市がやってるやつです。でこれはですね、このカードが必要なんですよ。イージーカードってやつと、あと電話番号とかを紐付けないといけないとかで、まあこっちも電話番号必要とかいろいろあるんですけど、ぜひ台北来たら よかったら乗ってみてください。オーバイクのアプリ開いてアンロック、こうやっていろいろもうあるんですね。でもうここにスキャンすると、ガシャーンとここが開くという仕組みです。オーバイク、よいしょ、レッツゴー。建物が建ってる、いい感じですね。牛肉麺屋さんがある、結構人気そう、うまそう。おー、ゴゴロだ、電気自動車の、あー電気バイクか、電気スクーターとかの。ここ初めて来るな。こんな感じになってんだ。そろそろかな。ちゃんと住所を覚えてない。とりあえずストップ。ここに停車して、そしてですね、鍵をかける。ピーッとすると、オーバイクのアプリエンドオブザライド、0.10 ってことは10円弱ですね、10円ちょっとです。968キロ、あ違う違う、これは合計、あー違う、キロじゃないな、これ968メートルですね。で6分、フリーフォーファイミリッツ、ああ1分長く走ったから無料ではなかった、5分は無料なんですね。6分はまあでも10円ですけど、48キロカロリーこんな感じです。めっちゃこれいい、最高、オーバイク。これがピータンってやつ、ピータン豆腐ってやつ、結構美味しい。
谢谢。这个包多少钱？妈，你帮我收个